皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ご覧いただいているのは地下鉄の様子ですね。これ地下鉄の駅が、あるんですけど、そちらの方から今たくさんの人が出てきましたね。今地下鉄が着いた模様ですね。前回だったですかね、地下鉄作ったの。かなり多くの人たちが利用してくれているようですね。それとあと画面の奥ですね、奥側には、大学がありますね。ちょっと近づいてみましょうか。こちら大学になります。大学の方もね、かなりの学生たちが勉学に励んでいるようですね。でここはね、住宅街になるんですが、ちょっと引いてみましょうかね。かなり大きな街になってきましたね。でこちらの、先ほどご紹介した地下鉄ですが、こちらの地下鉄どこに続いているかと言いますとですね、画面の奥側ですね、ちょっとまだそんなに建物は大きくないですが、こちらの方に大きな商業施設が、商店街と言ったらいいかな、あるんですけども、こちらの方にショッピングにやってきている感じですね。ここが先ほどの地下鉄につながっている地下鉄。おお、今すごいたくさん出てきました。見てください、たくさんの住人たちがですね、こちらの地下鉄を利用して、ショッピングにこちらの方に来ているという感じでしょうかね。いいですね。それによって、こちらの商業施設にですね、顧客が足りないよって言われてたのが、なくなっているという感じでしょうかね。いや、全然なくなってなかったですね。全然なくなってない。全然なくなってないですね。いやー、全然なくなってないですね。地下鉄作ってお客さんがたくさん来ているんですが、もう少し、足りないのかな、お客さんが。ね、ちょっと覗いてみます。これちょっと覗いてみましょうか。顧客が足りませんですね。でね、ちょっとね、高密度商業エリアを建てたんで、相当なね、キャパシティがあるわけですよ。だからかなりの量のお客さんが通ってこないと、その需要を満たせないということなんでしょうね。一応ね、この隣の方にも住宅エリアあるんですけども、一応ここからもね、通ってるとは思うんですが、やはりね、ちょっとまだ足りないということみたいですね。じゃあもうちょっと引きで見てみましょうかね。こんな感じですね。で今回の都市は高速道路沿いに街を作ろうというコンセプトでやっておりまして、今画面の南北に連なっているこの高速道路ですね、こちらの方沿いに街を作っていこうという感じで、進めております。で今これタイル3マスかな、開放してるのが。で前回こちらの方の、土地をね、購入しまして、道路だけ引っ張った状態ですね。今工場エリアとか少し開発しているんですが、まだまだ開発の余地は残っている状況です。でこちらの方も見ていただくと、顧客が足りませんというような、アイコンが出ております。それと、産業エリアについてはね、これ、資材が余っているということですね。商品が余っていますよと。考えられるのは、
要は商業エリアにお客さんが来ないので、まあ、在庫として積み上げられていると。なので、商業エリアからの発注が来ず、産業エリアの商品が、まあ、残っているというようなことが考えられます。まあ、これはもう予想でしかないですけどね。そうするとやはり商業エリアに、まあ、顧客をやっぱり呼んでこないといけないですね。これどうしてもね。ここまで新しく商業エリア作りましたが、まあ、多少やっぱり顧客が足りてない状況ですね。まあ、地下鉄をねもっと伸ばしていくというのもいいんでしょうが、あ、ここちょっと見てください。騒音問題が勃発しておりますね。これはね、この地下鉄がここにあるので、地下鉄の周りで、まあ、騒音問題が勃発しているということですね。病院は近くにないのかな。ちょっと見てみましょうか。病院があればね、そこに通ってくれるので、ここにある、ここにありますね病院。あとここ、あ、これは違うな、これサウナだな。あとここか、あとここか、まあ、2つ病院あるので、まあ通えない距離ではないよねこれね。こっからだとこの道路をギューッと行ってですよ、でここをちょっと渡って、ここか、ここにあるんでちょっと病院覗いてみましょうか。はい、患者ゼロ人、全く患者がいませんね。これはちょっとね、もうちょっと働いてくれよって感じですけど、あ、救急車行きましたね。救急車行きました、救急車行きました。救急車が、行って、ここの患者を運んで、あ、いやいや、入ってた、入った、入りましたね、入りました、入りました。救急車が入って、今、どうでしょうか。あ、今、救急隊員が入っていった。おお、出てきた、出てきた。あ、運んできましたね、運んできました。で、そこでアイコンが消えるか、消えるか、消えるか、どうだ。今、救急車に運びました。あー、消えない。消えない。ということは、もっとたくさんの病人がいるということですね。あー、困りましたね、これは。いや、でも大人気。いいですね。ちょっともうちょっと様子見ましょう。まあ、多分他の病院から救急車で、まあ、助けに来るでしょう。ということでですね、さらにこの商業エリアに、まあ、顧客を呼ぼうという試みをですね、これからやっていこうと思います。で、こちらの商業エリアと、まあ、住宅エリアですね。こちらの住宅エリアをつなぐモノレールの路線を作りたいと思います。まあ、地下鉄をね、伸ばしてもいいんですが、まあ、ちょっと他のね、乗り物も作ってみたいなと思いますので、そうですね、モノレール走らせましょう。あ、そっちの方がね、ちょっと楽しいかなと。地下鉄見えないんでね。やっぱり見えた方が楽しいですもんね。で、今考えてるのが、ここですね。ここにモノレールの駅を作って、で、こちら側ですね。はい、ここにもあるんで、ここにモノレールを、駅を作って、で、ここと、ここを結ぼうということを思っております。で、どういう風にね、結ぶかというところなんですが、やっぱね、こう、直線で結ぶのが一番理想ではあるんですけど、まあ、そうなってくると、ここですね、ここをずっと走らせて、ここまで、まあ、つなぐというのが一番、まあ、一番短い距離でいけるので、効率もいいのかなと思うんですけど、それだとね、地下鉄と変わらないわけですよ。地下鉄が今この辺からこの辺まで行ってるわけですよね。一本ビューっと。で、こっち側からもビューっと行ってるので、まあ、それだったら地下鉄ここビューっと走らせればいいんじゃんと。
いうことになるので、今回はちょっと遠回りしましょう。こっちの方をぐーっと迂回して、で、ここにつなぐという路線を作ろうかなと。で、将来はこれを、環状線ですね。こういう形で。こういう形で環状線にしてあげようかなというふうに思います。で、まあ、とりあえずこことここに駅作って、やるんですが、まあ、将来的にはこの辺りにもね、駅を作って、まあ、中間でいいかなと思いますので、で、まあ、なんならこの高速道路を越えて、こっちの方に、まあ、歩道かなんか作ってあげて、まあ、この辺にね、産業エリアで働く人たちも、このモノレールを使うというようなこともいいかなというふうに思ってますね。はい。そしたら、ちょっとモノレール作っていきましょうかね。で、ここにね、ちょっと作りたいので、ちょっと時間止めましょう。はい。で、まあ一旦作りましたが、これ一旦潰します。で、モノレールの駅がですね、まあ何個かあるんですけど、これにしようと思って、道路接続モノレール。これはね、道路の上にモノレールの駅が、まあ、くっついてるよということですね。だから、接道はいらない。まあ、もともとのこの道路の上に、あるわけですから、まあ、道路がなくても建築できますよということですね。はい。じゃあ、ここに建築します。はい、こんな感じ。こんな感じですね。はい。モノレール。これ、道路の上にモノレールがもうくっついてるということですね。はい。で、こっち側のモノレールについては、これ道路にしかつけれないので、こういうところにはもう作れないんですね。赤くなるので。で、例えばこういう道路があるところですね。こういうところには作れます。さっきの感じだと、この道路の横に作れるんだね、これ。だからこれ2つ並べて、まあ3つ並べて作れますね、これね。だからいろんなルートにモノレールを走らせたい場合はこういう風な作り方もできるということでしょうかね。はい。まあ、今回は、こちらの、道路の上にあるモノレールの駅、これをちょっと作っていきましょう。はい。で、次に線路ですね。線路の前にちょっと道路つなごうか。ね。道路はまあいつものこの6車線の道路かな。私中央分離帯嫌いなんで、もうこれに行きましょう。中央分離帯があるのね、ちょっとね、なんだろう、使用なんですかね、使いにくいっていうんですかね。もうちょっと伸ばしてもよさそうだけどね。あ、こっち側でもあれか。こっち側はもうちょっと伸ばしてもいいかな。無理か。伸ばせないか。もういいか。さっきもそうだったしね。これで行きましょう。はい。で、あとこちら側。あ、そうかそうか。それでね、もう一つ、今モノレールの、あれ作ってますが、ゆくゆくはね、路面電車も走らせたい。ですね、だから路面電車が、走れるようにもしときたいなと思ってまして、で、路面電車、今モノレールですね、これね、まあ、モノレールで、モノレールの線路の中に、はい、これ6車線道路の上のモノレール路線、ごめんなさい、6車線道路の上のモノレール線路で括弧して路面電車線路付きというのがあるんですね。これね、前なかったんですけどあるんですよね、今はね。すごいですよね。で、これにしておくと後々、この下をね、路面電車が走れるようになるっていう、まあ、素敵な線路ですね。はい。よし、じゃあこれをずっと引いていきましょうね。で、ここからは、この既存である、道路。これをアップデートしていきます。アップグレードか。アップグレードしていきます。はい。じゃあ行きましょう。まあ、これを上に、丸ボタン、ボンボン押していくと、どんどんアップデートしますので。はい。
でね、これ線路を作るとどうしてもね騒音問題が勃発します。なのでちょっとね、本当はね住宅エリアは通りたくないんですが、まあでもしょうがないかなと、どうしても通っちゃうので、まあちょっと許してねという感じでいきたいと思います。はい、ちょっとねプンプンマーク出ますよね。やっぱりプンプンマーク出るんですよねこれね。まあしょうがないですよね。でこのね橋も行けます。これがすごい、橋も行けますよ。はい、でこの辺まで来て、でここで曲がりましょう。はい、でモノレールはね意外と線路引くのが簡単なんですよね。後からでもこういう風に道路の上にこの線路作れるんで非常に便利ですね。はい、はい、ここまで来ました。じゃあこちらの方に、また駅作りましょうかね。これ一旦全部潰します。はい、潰しましたと。でこちらかな、モノレールの駅、さっきと一緒ですね。これを作ります。ここもどれぐらいがいいかな。ちょっと真ん中がいいんだけど、ちょうど真ん中とかねそういうのがあったらいいんだけど、なかなか難しいんですよねそれがね。あ、こんな感じでいいか。はい、あ、ちょっと歪んだ。あ、まあこんな感じかな。まあちょっと置いて無理だったらまた移動したらいい話なので、もうちょい右か、もうちょい左。ああ、まあこんなもんでいいかな。とりあえずここで行きましょう。はい、はい、で、また周りの道路とつなげてあげましょうかね。はい、ここ、はい、であとここか。はい、でもう一つが、先ほどの、あ、違う違う、ここはあれか、モノレールの線路にしないといけない。これね、これにしよう。はい、あれあれ、ちょっと変なとこ行った。これでいいのかな。はい、これでいいですね。これで、つながりましたかね。はい、ちゃんと路面電車の線路もできてますね。はい、これでつながったか。なんだこれ。あ、そうか、路面電車の、あ、そうか、ここは路面電車じゃなくていいのか。まあ、まあ、いいでしょう、とりあえず。はい、はい、こんな感じで、駅ができましたね。はい、いいじゃないですか。いいですね。で、これね、今、線路マークが出てるんですが、これね、路面電車の線路がここで切れてますよっていうマークになるので、これ一旦無視しましょう。で、これに、列車を走らせるために、路線というのを作っていきます。始発駅、ここにしましょうかね。はい。で、次に、もうこれ、駅2つしかないからね。始発と終点、もうこれ2つしかないから、これで行きましょう。で、ここを折り返し運転するような路線になるのかな。はい。じゃあ、ここで。完成しましょう。はい、じゃあちょっと時間進めて、どんな感じか見ましょうかね。始発はここのはずなんだけど、列車はスタートしない。まあ電気がつきましたねこれね。電気がついた。ここにあれが、あー、来ました来ました。はい、来ました。紫色の、モノレールが、これ始発ですね。初号機が走り出しました。でもお客さんはね、誰もいない。あ、2機目も来てましたね。2機目も来た。でもお客さんはまだ誰もいないですね。どうしたんだろうね。これはね、多分0人しか乗ってないと思うんですよね。はい、0人ですね。お客さんが誰も来ない。あ、今1人入ってきましたね。でもね、ここ入ってきました。入ってきました。これ入っていきましたよ。はい、またここも入っていきますね。この人は入っていきました。あー、見てください、ホームに1人2人と人影がありますね。これは、あーっと、これはまたたくさんの人が入ってきました。これはすごい人たちが入ってきた。
あちょっとあれだね、ちょっと信号機がついちゃったかな。信号機ちょっと一回全部なしにしよう。はい、ここもなしにしよう。はい、ここに人がたくさん、たくさんっていうことでもないけど、ちょっとずつ人が増えてきましたね。そしたら、モノレールが来るのをみんな待ってるのかな。初号機がもうそろそろついてもいいけど、もうちょっと2にしましょうか。2にすると、先ほどのスピードの倍になるのか。だいぶ集まってきたよ。来ました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 。注目ですね、これ。来ましたよ。どうでしょうか。あんまり人は降りてこないけど、結構乗りましたね。結構乗りましたね。また来た。ちょっと次人どれぐらいあれか乗りましょうか。あ、ちょっと見えない、ちょっと重なって見えない。16人。微妙ですね。微妙な人が乗っておりますね。じゃあ今度こっち側、住居エリアの方はどうですかね。はい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 。あ、ここも、うわ、ここ結構人が走っ、あ、ここは結構人がいますね。でちょっと信号待ちしてるんで、信号なくしましょう。信号いりません、私の街にはね。はい。ああ、ここ結構人っていうか、車が結構増えてんな、これ。っていうか、見てください。すごい人が、うわ、すごい人が。これはかなりの人が歩いてますよ。見てください。これはすごい。あ、今来ましたね。今来ましたね。これは結構乗るんじゃないですか。138人。いや、結構乗りましたね。けどマックスで180人乗れるんで、まだちょっと満席にはなってないという感じですね。なるほど。でやっぱりね、こっちが迂回ルートなんで、少し時間がかかってる感じでしょうかね。だからゆくゆくはね、こっちのもう少し行ったところかな、そっちの方にも駅をちょっと作りたいなと思いますね。どの辺がいいかな。これのちょうど中央ぐらいがいいのかな。まあ、この辺がちょうどいいかな。この辺にもう一つ駅を作ったらいいかなと。もう作っちゃいましょうか。まだ早いかな。そうっす。どうなんだよね。はい、これで到着ですね。いや、結構な人乗ってますよ。あ、今度は52人。はい、まあ52人もうちょっと乗ってほしいな。あ、でも結構ここも人が増えてきてますね。この人たちはみんなどこに行くかっていうと、こっちの方にショッピングに行くわけですよね、はい、なので今考えてるのは、ここに来たお客さんですねが、この商業エリアに今はここから歩いていくわけですね。で、それを路面電車で運んであげるというような感じで行こうかなと。だから今来てる人たちが、ここ、まあこの辺に路面電車の駅があったらいいのかな。まあ本当はね、もっと小刻みに路面電車作りたいということもあるんですが、まあとりあえずこの外周部ですね。この辺りに、ずっと路面電車の駅を作って、路線を作っていきましょうか。この辺、この外回り、今ここ路面電車の、線路あるので、路面電車がどれだ、こいつですか。でこれの、モノレールはいらないかな。
何がいいかな。まあちょっと植栽があった方がいいのかな。これにしようか。6車線、路面電車付きで、さらに街路樹もついているという、これにしましょう。でこれにすると、はい、これでいいかな。ここは信号機あんのかな。なんかえらい詰まってるな、ここ。まあ、あ、もうちょい行きましょうか。はい。で、路面電車って、この、なんていうんですかね。路面電車の線路が、車道の歩道側。はい。歩道側にあるパターンと、この真ん中ですね。真ん中にあるパターンとあるんですけど、今作ってるのは、歩道側にあるパターンですね。まあ、そっちの方が歩行者が、渡らなくていい、まあ、道路を渡らなくていいので、まあ、そっちの方がいいかなということで今作ってますね。はい、ここ通るかな、大丈夫かな。あ、ここ高校があるので、高校の前に駅作りたいですね。あ、ここもちょっと渋滞してきたな。やっぱりこうだんだん車の量が増えてくるわけですよね。よし、これで、はい、これでできましたね、一周。はい、それとね、路面電車を走らせるのに必ず必要な、施設があります。それがこちら、はい、路面電車車庫ってやつですね。でこれもね、必ずいるんで、これここに、ここに建てようと思ったんだ。はい、ここに建てます。はい、ちょっと前もって線路を少し調整してあります。はい、これが、路面電車の車庫ですね。こっから路面電車がどんどん、スタートしていきますので、ここに先ほど作った、路面電車の線路をつなげてあげるということですね。はい、これでつながったかな。はい、これでつながりましたね。はい、じゃあこっから、路面電車がぎゅーっと来て、ここ来て、でここか。はい、でこっからぎゅーっと来て、はい、ここでまたつながるので、これ一周環状線になるということだね。はい、全然お客さん増えないんだけどな。モノレール作ってもダメか。結構来てるんだけどな。413人。地下鉄よりは若干少ないのかな。はい、じゃあ、路面電車の方も駅作っていきましょうか。路線、路線ですね。駅というか、路線です。路面電車の場合は路線を作ると駅が出来上がりますので、まずこの駅から降りてこちら側にしますか。じゃあここに作りましょう。はい、でこれ左側通行に今なってるので、こっち側回りですね。基本この車と同じように走りますので、こっち通りですね。こういう風に駅が作れるところは丸い印がポンポン出てくるので、そこに合わせたところで丸ボタンを押すと路面電車ができる。あ、ここ地下鉄の駅があるんで、ここで乗り換えですね。この辺に作っておきましょうか。あ、これいいですね、ちょうどね。はい、で、今度は今度はこの辺にそのモノレールの駅を将来的に作るかもしれないということなので、ちょっとこの辺でも作っておこうか。乗り換えができる方がいいですもんね。あんまり意味ないのか、でも。まあいいか。はい。どっちがいい？こっちがいい？まあこっちにとこうか。これ悩むな、でも。まあここにしとこう。はい。で、こっから、住宅街に入っていくのかな？
とどこがいい、そうだね、ここにしとこうか。難しいね。はい、ここで、このちっちゃい方がいいかな。はい、でここ、でここ、高校があったよね、これ。あ、高校向こうか。まあいいや、高校ここやった。ここに高校あるんで、高校の前に一個作ったい。こっちの方がいいか。で、この商業エリアのところだね。で、ここで完成と。はい、ここで路線を完成します。そうすると、ここから、路面電車が出てくる。あー、出てきましたね、出てきました、出てきました。はいはいはい、はい、これが、赤いライン、レッドライン。何個出てくるか。1個、2個、3個、もうすでに4つ出てきましたね。また5つ出てきた。ここ量がすごい、量が出てくる。ああ、6つ目が出てきそう。7つ目も出てきた。こんなに出てきて大丈夫か。はい、でね、これ1周かしないとお客さん乗せなかったと思うんで。ああ、見てください、見てください、もうすでにお客さんが集まってきてますね、これ。いや、素晴らしい。でも1週間2週間回るまでは確か乗せないと思うんですよね。あ、ここなんか誰もいないね。やっぱり人気のある駅、人気のない駅ってどんどんね、こう差が出てくるんでしょうね。もうちょっと早くしましょうか。第1号が来てほしいんだけど、どうなる？まだ来ない。結構人通りはかなり、ありますね、やっぱね。これ横断歩道全然、ま、渡ってねえな、これ。横断歩道を渡らないとダメだよね、これ。ここに横断歩道あんのにさ、全然横断歩道渡ってくんない。あ、来た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 、ちょ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 っと時間を緩めました。よし、止まった。おー、乗った乗った乗った。おー、90分の90、これで満タンですね。90、路面電車90しか乗れないみたいなので、じゃちょっと追跡しましょうか。あれ、あー、もう一気に降りた。なんだよ。そうか、一気に降りてまた12位になっちゃった。この辺りはあんまり需要がなさそうですね。で、ここにも駅1個作ったけど、あれは全然乗り降りがない。ここはあれか、信号機があるのかな。今15人か。全然だね、これ。今14人。住宅街はあんまり需要がないのかな。11人。おお、ここ結構いる。ここ結構いました。あ、90人90人。やっぱり遠いところは需要があるのかな。そういうのもあるんかもね。ちょっと見えなかったので、見えなかった。おお、ここすごい人いる。見てください。おっと、見えない見えない。ここは結構いる。あ、これ乗り切れない。
乗り切れない、乗り切れない、90で乗り切れない。あ、もうここずっと満席だ。この通りはやっぱり需要があるね。あーという一周、あー、ここまだあれだね、90人で、そこで全員降りちゃうんだね、ここでね。で10人になるという感じか。なるほどね。 OK。 でどうですか。いや、廃墟は結構増えましたね。ちょっと廃墟潰していきましょうか。廃墟はね、とりあえず見栄えが悪いので、とりあえず潰していくっていうのがいいかな。ちょっと信号があっちゃこっちゃに復活してるのかな。道路を変えると信号が復活するのかな。ここ信号はいらない。よし、どうだ。あ、だいぶでも人いますね。348人という人が使ってくれてる。そうか、じゃあもう一個作りますか。あ、顧客が全然足りてないんだよな、これ。人通りはでも結構あるんだけど、路面電車の、走る場所を少しこの内陸部にも走らせるとかっていうこともまあ考えた方がいいかもしれませんね。ここでみんな降りちゃうんだよね。でこっからぐーっと来て、どうも買い物するのかと見せかけて、みんなこの地下鉄に入ってるんじゃないの、これ。あ、みんな、あ、でも大体地下鉄に入ってた。乗り換えてるだけだもん。まあいいか、人の流れがあるっていうのは悪くない。あ、間違えてきた、間違えてきた。もうちょっとかな。そうか、反対側も走らせようか。だな、反対側も走らせよう。今こっち回り、何回りっていうのかな、反時計回りって言ったらいいのかな。なので今度は、反対ですね、時計回りをちょっと作りましょう。こっちの方が人気出るかもな。ここが一番近い駅になるんだよね。そのモノレールの乗り換えとしてはここが一番近い。ここは渡らないといけないからね。よし、ここで反対側のやつも作りましょう。で駅はまあ大体もう同じところでいいのかな。これでも駅変えた方がいいのかな、どうなんだろうね。まあ一緒のところでいいか。目がチカチカしてた。これでいいかな、間違ってない、大丈夫、うん、合ってるね。でここで完成だね、路線を完成。
そうするとまたここから出てくるのかな。あー出てきました出てきました。今度は、黄色いラインですね。黄色い路面電車が出てきました。黄色って言ったらいいかな、ロード色。はい、結構な量出てきましたね。でここに駅が一つ、あれどこだ、あれここに駅作ったはずなんだけど見えないな、あれなんで、ちょっと待って、ね、あれ俺ここに駅作ったよな、あれ駅がなくなってる、嘘でしょ、俺ここに駅作ったんだけどなくなっちゃった、ちょっと待ってくれよ、あできた、できましたね、あれさっき俺ここに作ったはずなんだけど、大丈夫か、もう一回確認しましょうかね、このラインね、黄色いライン、ここ、うわすんごい人いる、もう一人いた今、いいですね、あここもこっち側にね家がないからね、でここも行くか分かんないねこれ、ここあ一応あるわ、ここね、あれこの辺にもう一個なかった、ここに一個あって、あこれかここね、でここね、 OKOK よしこれで OK だ、よしここ結構乗ったね今ね、何人ぐらい乗ったり、13人、意外と乗ってなかった、13人じゃ赤字路線だぜこれ、うわもう全然ダメだなこれ、顧客が全然足りてない、こんだけ人いるんだけどやっぱり高層なんだ高密度商業区画を作ったのがちょっとまずかったかもしれませんね、早かったちょっと高密度は、うん、作るのちょっと早かった、みんな低密度で作っておいたらこんなことなかったのかもしれないけど、もう作っちゃったからな、もう今から変えるっていう方もあるんだけど、あでもここ満タンになったね、90人、これどこ行くんだろうね、あれここ止まってるんだけど、なんで信号ないよねここ、信号があんのかな、信号ないのになんで止まってないの、これは何止まってる、これ路駐してんのかこれ、違うか、路駐だ、これなんの、こっち側から来てんの、ここは信号あった方がいいかもね、あいいか、どうですか、もうちょっと様子見ましょうか、やっぱここに作ろうか一個ね、ここに一個作ろう、モノレールの駅これかな、
で今度は、道路の上じゃなくてこのあれにしましょう。ここの道路をつなぐ、ここの道路をつなぐことあるかな。いや、つないだら渋滞しそうやもんな。まあないわ。まあどうしようかな。ないね。はい。でこいつをつないであげる。で今度はね、こっからこちら側に行くような歩行者のルートも作っとこうかなと思うんですけど、歩行者の場合は、あ、まず路線作ろうか。今あるモノレールの路線にプラスしてここにも止まる路線を作りたいと思います。で今これこっから、まあ、住宅エリアに向かうのは要は特急みたいな感じで、今から作るのは、まあ普通ですね、各駅停車、まあ、そういう住み分けでいきましょうか。まあ駅1個しかないですけど、はい、だからこの辺とかにもね将来的に作ってもいいのかもしれません。あんまり作ると経費もかかるんで、よし、これで2路線になるってことね。よし、これでまた人がねちょっと多くなってくれたらいいけど、いやなかなかやっぱり顧客足りないね。よし、これで、歩行者、歩道も作りたいんだよね。こちら側に向かう歩道を作りたいね。これでちょっと低くして、どんぐらい感じかな。あんまり高くしてもしょうがないんだよね。こんな感じでいく。この青いのが1個ちょっと目障りだね。これ消しとこう。よし。で、ここにもうちょっと。あれ？ちょっと無理かな。もうちょっと高くしないといけないかなこれ。結構高いよねこれ。ここに到着できないんだろう。ちょっとうまくなんか うまくはまらないねこれね。じゃあもうちょっと高くしようか。から来ないといけないからね。お、なんかすごい降りてきてるやん。あ、これでいいわ。ここをちょっと上げましょうか。あ、ぜひ、なんかおかしいな、これ。おい、ちょ。なんでこんな高いんだよ。ここで、ちょっと上げる。上げすぎか。これなんで一回下がんだろう。あ、いけんのかこれ。よし、これでいこう。これでここで上がんのか。
方というか、まっすぐならない、無理か、まあ、無理ならいいや。これでなんとか行くんじゃねえなあ、これで行くんじゃねえ。あ、これなんか繋がってんのかな、ちょっと様子見ましょうか、繋がってるかどうか。繋がってるんだったらここを通って、まあ、ここにお仕事に来てくれるだろうと思うんですけど、どうですかね、思惑通りやってくれるんだろうか。あー、でも一人今犬の散歩してるね。あー、ここすごい人がいる。なるほど、路面電車の駅に人が殺到してますね。おー、なんかすごいとこからちょっとちょっと今すごいとこから降りてましたけど、大丈夫ですかこれ。ちょっと今見ました、なんかすごいとこから降りて、おらららちょっとちょっとこれなんで、こっち側に出入り口あんのになんでそこから出るの。いやー、おらららららおー、こっち行ってる、行ってる、行ってる、行ってる。よし、これ通勤客だ、これ完全に。だってこっち側もう産業しかないんですからね。あー、来ました来ました、これで OK だわ。これで、モノレールを使って通勤する人が出てくる。おー、すごいすごい、結構いる、素晴らしい、いいですね。で、あー、まだ顧客が足りない。あ、新たになんか青いのが出たね、これなんだ。教育を受けた労働者が足りません、だって教育受けてるんだけどな、みんな。そうですか、じゃあ学校増やす、学校増やす、大学の生徒とかどうなったんだろうね、大学生はどれぐらいになったんだろう。1172人、あ、1172人、多いんだろうかこれ。なんか微妙なような気もしないではないけど、どうなんだろうね。いや、これ全然無理やな、まだ顧客足りない。そうですか、ちょっとここに何か建てようか。お客さんを呼ぶためにここに何か建てましょうか。こういうね、あの、いろんな、なんて言うんでしょう、施設ですね、そういうのがあるんで、まあ、こういうのを建てるとその観光客が増えたりするみたいですね。みんなでかくて建てられない。あ、これ建てられる？これも無理か。で、あ、いけた。これいける。これなんだ？ブランデンブルク門か。悪くないね。これ建てようか。こっち側建てられたけど、こっち側には建てられないんだね。じゃあこっち側にしようか。いや、こっち側建てられんだけどな。こっち側なんで建てられないんだろう。ちょっと大きさが足りなさそうだね。まあ、ここでいいか、じゃあ。じゃあ、ここにちょっと観光施設を建てましょう。そしたら少し、あの、人がこちら側に、まあ、向かってくるので、まあ、そこを観光した後にショッピングをしてくれる人が、まあ、多少増えるかもしれないですね、これね。で、北側のエリアにもなんか作りたいですね。これは？あー、ちょっとでかすぎる。自由の女神とかもでかすぎる。これもでかい。映画館？映画館もちょっと無理だね。市役所とかいいかもね。でもダメ。こんなん絶対無理だよ。ロケット広場なんでね。パンダの聖地って。パンダの聖地？うわ、でかいね、パンダの聖地。無理無理。はい、これも無理。
大寺院も無理。もうこの辺全部無理っぽい。なんかいや、スタジアムとか無理でしょ。これは幻想的な噴水、これはいけそうだね。なんか幻想的な噴水無理だった。あ、この辺の公園がいいんじゃない？これ、これいけるわ、多分。ショッピングの像。あ、ショッピングの像いいんじゃない？これ。この辺来るのはみんなショッピングの人だから。あー、でもダメ。で、プラザオブザデッド。市民の死者を、死者か。あ、これいけるわ。あー、これいける。これいけるけど、どうしよう。他にない。これもいける？あ、これがちょう、あ、これにしようか。これちょうどや。ぴったりや。ぴったんこ。これ無理。これ無理。これ無理。あ、これにしよう。あ、どれだっけ？これか。え？違う。これか。これだね。医療センターの設置に必要ですって書いてある。どうなんだろうね、これ。娯楽度80。まあ、ちょうどなんで、建てましょうか。これね、後で、潰すこともできるんで、なんかちょっと、なんかちょっと、不気味やな、この人。まあ、いいか。よし。これで、ここに来た人たちが、ショッピングも楽しんで帰ってくれたら、ちょっと売り上げ上がるんじゃないかと。ということでやりましょうか。いや、この辺結構ねえ、来てくれそうだけどね。来てくれないのかな。じゃあちょっと学校の方も見てみましょうか。まず小学校ですね。小学校が、ちょっと赤ゾーンですね。あ、やばい。これいっぱいになってる。これちょっと搬出しときましょう。うわー、すんげーたくさん廃墟になってる。まあこれはちょっともう一旦、まあ、後でまた対策はしますけど、まずこの顧客不足をなんとかしたい。これをまずなんとかしたいので、さっきそれをやろう。あとは、ちょっとね、もう一個なんか建てるかね。で、先ほどの、例えば、この、いろいろ建てましたけど、これね、経費がかかるんですよ。だからあんまり建てすぎると、いきなり、お金がなくなっちゃう。これね、維持費のところ、192。これはね、そんな高くないですね。まあ、公園なんで、そんなに高くないのかな。さっき建てたやつ、なんだっけ。あ、これ。これはどう？ほら、見てください。維持費1600もかかるんですよ、これ。週1600って結構な値段ですよね。だこれをどんどん立てていくと、もうどんどん収入がなくなっちゃうんで、少し調整した方がいいですね。よし、じゃあここにもう一個ちょっとなんか建てましょうか。私が好きな建物は、やっぱりこう商業エリアなんで、なんかちょっとこうデパート的なやつにしようかなと思うんですけど、あとはまあこういうちょっとこう商業ビル、なんかちょっとデザイン性の高い商業ビルとかもあるんで、そういうのでもいいんですけども、デパートかなんかあったんだけどな。どれだったかな。あれ、なかったかな。いや、あったと思いますよ、デパート。デパート、あれなかったっけ。あ、これだ。ショッピングセンター。これか。あ、これだ、デパート。これを建てよう。
入らないな。それは入らないわな。ここちょっと一回止めよう。ここの、ああこれでもちょっと道路がね斜めになったんだな。なってんだよなこれ。どうすっかな、この角に立てる路面電車の駅の近くの方がいいかな。まあそりゃ駅の近くの方がいいよね。ああ、でもこうちょっと隙間が空くね。まあしょうがないか、少しぐらい。じゃあここに行きましょうか。ここ隙間ちょっと、ああ微妙に空いてる。これはあんまり良くないな。まあいいか、ちょっとぐらいで。これをどうするかやな。いや無理やな、やっぱ。まあこうだよな。はい、こんな感じで、これはもうちょっとあれしよう。あー、ちょっとここボロボロになったな。ここにもなんかあれだね、なんかあったら建てようか。なんかないかな。デパートの何、お、これもいけんな。ショッピングセンター、デパートの隣にショッピングセンター。どうなんだろうね、それは。それで映画館とかの方がよくない？映画館あったよね確か。映画館、あこれかな。あこれいいんじゃない。映画館ぴったり、ぴったり合わない。いやぴったり合わないか。これはでもちょっと後でもうちょっとなんかもう一個ここに建てましょう。それは収録外でちょっと検討しましょう。よし、これデパート建てたんでかなり集客力は上がってるはず。すごいよこれ。ちょっと今日はいまいちゃったな。結構な時間やってるんですけど、今回はですねあんまりいい成果が得られませんでしたね。で今日は一応このモノレールですね、モノレールの、駅を、3箇所作って、でこの住宅エリア、住居エリアから、人をねこう運んでくるようなルートをね確保して、でこちらの商業エリアの方に、人を集めて顧客不足を解消しようというふうに思ったんですが、人はね結構流れてきてるように思うんですけど、ただねうまいことその顧客不足っていうのが解消できませんでしたね。ちょっと他の方法を考えるか、あるいはもう商業エリアをちょっと減らしていくかですね。ある程度あるので住居エリアに変えるとか、そういうのをちょっとやっていくかですね。ただ商業エリアの需要が結構あるんですもんね。あとはそうですね、この国外、隣の町から、お客さんを連れてくるっていうのが方法としてはあります。で南側の線路ですね、こっちの線路は今貨物で使ってるんですよこれね。
で一応ねこれ分岐させれば旅客列車も呼ぶことできるんですけど、必ず渋滞するんですよ。だからできれば分けたいんですけども、だからどうなんだろうね。あ、ここにあんのか。あ、ここにあるわ。ここに線路がある。ここに線路があるので、この線路をずっと伸ばして、この辺にちょっと旅客列車の駅を作りましょうか。で観光客を呼び込んで、その観光客をこっちの方に連れてくるというような感じにしましょうか。結構遠いけどね。まあでもやってみる価値はあるな。やってみる価値はあるな、これね。あとはね、空港を作るっていう方もあるんですけど、空港、空港ね。ああ、でもここに駅作って旅客駅にしようか。それいいかもね。そうしようか。そうだね。それがいいかもね。で、人口の需要もあんまりないので、人口がここからドーンと増えるっていうことも考えにくいんですよね。今5万5千人なんですけど、人口がね、ドーン増えたら、それなりにその、なんて言うんでしょう。買い物に来る人も増えるんでしょうけど、そんなに増えるかな？増えないよね。また商業のあれがかなり高いしね。顧客いないのに需要があるっていうのもちょっとおかしな話なんですけど、まあ、その辺はちょっとね、はい、あまり考えてもしょうがないんで。はい。まあ今回はちょっとあまりいい街づくりではなかったように思うんですけど、次回はですね、なんとか顧客不足ですね、を解消できるようにやっていきたいと思いますので、よかったら引き続きご覧いただければと思います。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。